田村智子さん日本共産党の田村智子です豪雨災害が現在進行形で大変心配です心からお見舞いを申し上げますあの避難所で感染防止のためにもということで段ボールベッドは1500台またパーティー,パー,テーションなどですねあのプッシュ型で国から被災地に送っているという答弁はもう先ほど来ありましたので二問目から質問したいというふうに思います 避難所避難生活学会の半沢和彦氏が、消防防災の科学2019年冬季号に寄稿されておられます。段ボール製簡易ベッドは、1日1万台の製造が可能。また、自治体に呼びかけて、簡易ベッドについても防災協定に盛り込まれ始めている。しかししか被災自治体が申請して 県が発注という仕組みなので、迅速な対応は困難で、やはり備蓄が必要だという指摘があるんですね。であのこれですね、あの1日1万台製造可能って指摘もありますので、国もですね、これ、備蓄、こどんどんしていって、これ全国どこで起きるかわからないっていう状態ですから、すべての避難所に迅速に段ボール製簡易ベッドが、ね、あの輸送されるようにと、こういうことを今からどんどん進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 平内閣府副大臣。避難所を受ける新型コロナウイルス感染症対策が非常に重要であると認識をしておりまして、内閣府においても、簡易ベッドの使用可能な段ボールベッド、今ご指摘いただいた2000セットをすでに備蓄をしていました、今、1500戸、熊本に行っているところでありますが、もう来週にも手配の手続きをしてまいります。また二次補正予算を活用ししてて、ね、感染症対策として 簡易テント、布製パーテーション、衛生用品などについても備蓄することとするなど、災害発生時の迅速なプッシュ型支援に向け、体制強化を図ってまいりました。今回の豪雨への対応として、ですで、ね、に内,内閣府の備蓄分より、段ボールベッドは1500個出しておりますし、非接触型体温計は100本。 熊本に支援をしているところであります。で、先生ご指摘はそのボリューム感ですよね。在庫のボリューム感だと思います。今、あのコロナ禍にあってですね。様々なその避難所の。 いわゆる対応をですね改善すべく、アイテムを増やしているところでありますので、その上で,で、今回、また去年の台風15号、19号などの評価も踏まえて、その数量についてはですね目詰まりしないように、検討を進めてまいりたいと思っております田村さん、はい、あの今、簡易テントについてもお答えいただいたんですけれども、ぜひですね、ベッドだけでなく、パーテーション、ちょっと高さが非常に。 心配だなとということありますであの欧米ではね、家族ごとにテントで避難生活が一般的と、で簡易ベッドは当然ということなんですね。ぜひ都道府県含めてです、ねあの、このベッドと、簡易ベッドと、それからテント。 これがあの先々ということではなくてこの新型コロナ対策でやっぱりこれが当たり前だという状況を作っていくことが必要だというふうに思いますので国も都道府県もそうした備蓄にぜひ努めていただきたいと思いますまた被災地からは先ほどもありました土砂を取り除く作業を始まっていてあのぜひあの自宅敷地の土砂撤去も含めてですね公費負担でできるんだということをあの 大いに周知していただきたいなということを要望いたしまして、あのお忙しいでしょうから、あのどうぞ。あの災害対応に当たっていただきたいと思います。平副大臣はお退席して、結構です。はい、ではあの質問続けます。あの東京都での感染拡大への対策としてですね。私 P. C. R. 検査についてお聞きします。現在の政府の方針では、感染者が確認されると、積極的疫学調査が行われ。 濃厚接触者は例外なく PCR 検査が行われることとなりました。東京ではこれに加えて、自治体の判断で濃厚接触の疑いがあるもの、ホストクラブの従業員など、感染確率が高いと、行政が判断したものに対して、PCR 検査が行われています。これ、大切だと思います。都道府県知事が、まん延の防止に必要と判断をして、感染の可能性が高く、 感染を疑う正当な理由があるものについては、感染症予防法に基づいて、PCR 検査を行うことができるというふうに考えますが、厚労省、いかがでしょう厚生労働省、吉永審議官、お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症につきましては、今後も新たな流行が起こりうるものでございますけれども、それを大きな波としないためには、引き続きクラスター対策を徹底するとともに、流行の小さな波も検知する PCR 検査等の監視体制を強化していく必要があるものと考えてございます。感染症法におきましては、都道府県知事等は、積極的疫学調査といたしまして、疑似症患者や感染症にかかっていると疑う,疑うに足りる正当な理由のあるものにつきまして、行政検査を行うことができることとされてございます。 新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査につきましては、医師が必要と判断した方や、 症状にかかわらず、濃厚接触者等、が当該検査の対象となることを示しているところでございますが、あのいずれにいたしましても、あの行政検査の対象につきましては、一時的には都道府県等において判断されるものでございます。あの仮に都道府県等において、行政検査の対象に疑義が生じた場合につきましては、個別に相談に応じるなど、地方自治体と密接に連携しながら、新型コロナウイ,ルス症ウイルス感染症に対応してまいりたいと考えてございます。 厚生労働省といたしましては、今後、仮に再び感染が拡大する局面になったとしても、引き続き積極的に感染者等を追うことができるよう、さらなる検査体制の強化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます田村さん。はい あの法律で感染の可能性が高く、感染を疑う正当な理由があるものについては、PCR 検査を行うことができると、法に基づくものだという、今、答弁だというふうに確認をいたします。そうしますと、まん延防止に必要との判断の下、無症状であっても、感染を疑う正当な理由があるものに対するこの検査の費用は、感染症法に基づいて、国庫負担の対象と考えますが、いかがですか吉永審議官。 お答え申し上げます感染症法に基づきます行政検査の対象につきましては、あの先ほどもご答弁いたしましたとおり、一時的には都道府県等において判断されるものでございます。で行政検査と位置づけられたものにつきましては、国はその費用の2分の1を負担するということにされているものでございます田村さん、はい。確認いたしました。えー、今でですすねね専門家会会会会議を発展させたというそののの分科会第1回の会合の終了後、えー、尾身会長がです、ね、感染リスク及び 事前確率が高い場所、人については、積極的に PCR 検査を行うべきという考えを示されました。あの西村大臣、ピンポイントで簡潔に答弁いただきたいんですけれども、分科会の提案にある夜の街、クラスターに関係する人などは、従来の政府の考え方では、検査の対象とされていないんですよね、自治体の判断なんですよ。そうそう政府もです、ね、自治体の検査実態を踏まえて こうした夜の街、クラスターに関係する人など、確率の高い人、場所を検査の対象として拡大するということですか西村国務大臣あの。まさにリスクの高い場所、人について、えー、戦略的に拡大していくべきではないかというご提言をいただきました。その中にに、えー、まさにバイアクラブ等接同飲食店 など入っているんだ、など含まれているんだろうというふうに、含まれているものというふうに思います。そして、この分科会において、さまざま議論、今後、深めていきたいということで、尾身会長もですね、おっしゃっておられます。でででですので今のの今時点で現場の判断で 例えば新宿区はもうすでに濃厚接触者はもう幅広く、それから、当然そうですね、それからえこのバークラブなどの接待を伴う飲食店の方々にも幅広く呼びかけて、検査を行っているところでありますので、こうした実態も踏まえながら、ですねえ今後の大きな戦略を考えていきたいというふうに思います田村さん。さっきの維新の,の方の,ねあの質問では、あたかも政府も認めているのかと思いましたけれども、まだこれから慎重に検討なんでしょうか。 あの感染の確率が低い方のところはね、確かに尾身会長も指摘されてるんですけれども、偽陽性や偽陰性が陽性判断を上回って出てしまうので、これは私も慎重な検討が必要だと思います、しかしね、感染確率が高い場合はですよ、自治体がすでにやってるんですよ、これはね、PCR 検査の対象は政府としても拡充すべきですよ、拡大すべきですよ。 東京では、ある都立特別支援学校で、教職員1人の感染が判明、児童・生徒50人、教職員100人が登校していたが、濃厚接触とされ、PCR 検査が行われたのは3人だけ、ところが、教職員がですね、たあの対象になっていなかった教職員が、1人目の陽性確認の翌日に発熱をし、その後、PCR 検査をしたら、感染が確認をされたと。またある区立小学校 教員2人の感染を確認した、濃厚接触者12人に PCR 検査を行ったが、すべて陰性だった、区は濃厚接触の疑いのあるものまで広げて検査をしたところ、2人、教職員の感染を確認、で結局、児童、生徒もです、ね、希望者全員の PCR 検査を実施することとしています。都営地下鉄の一戸駅、6月25日、職員1人の感染が判明。 濃厚接触者2名に PCR 検査を実施、陰性だが自宅待機とした、ところが28日に検査対象外の職員が発熱、検査の結果、7月2日に感染確認、江戸川保健所の指示で、石戸駅に勤務実績のある職員15名と、駅を巡回したことのある職員7人の PCR 検査の実施することとなったわけです。東京では、このような事例がすでに相次いでいます。 濃厚接触者にとどめず、感染者と同じ部屋で勤務していたなど、感染の可能性が高いものは、早急に政府としても検査対象に加える必要があると思いますが、いかがですか西村国務大臣。あのご指摘の点、非常に大事な点だと思っております、えー、検査、PCR 検査についてはです、ね、でさまざまな事例、エビデンス。 こうしたものに基づきながら、ですねもうすでに範囲を順次拡大をしてきているところでありますし、何より国立感染研において、ですねエビデンスをしっかりと取りながら、 適切にに設定ししてててきいいるものという,ふうに象徴しておりますこの基準についてはです、ね、新しい知見技術なども出てきておりますので、専門家の方々の評価、分析をいただき、厚労省において、適切に判断しながら改定がなされていくものと思っております。あのご指摘のようにです、ね、現場では医師の判断に基づいて、かなり広く行ってきておりますし、私も基本的にはですね、できるだけ前広に、 二次感染防止の観点からも前広に検査を進めていくべきだというふうに考えておりますが、まあ、これには、一つにはエビデンスに基づいて対応していかなきゃいけない、もう一つは、現場の事情がですねそれぞれ異なりますから、あの状況分かりませんから、そこはやはり現場の判断で。 医師のの判判断断でその範囲を判断しててもららいいいいながら広げていくとととうことは大事だと思いますただ、基本的にはやはり二次感染を防ぐという観点から、前広に PCR 検査、これを戦略的に広げていくべきだという基本的な考え方を持っております田村さん。私の前の質問者との答弁と、私、すごくダブルスタンダードを感じるんですよ、夜の街、積極的に検査をしている結果ですって。 いう答弁でしたよねあたかも政府がそういう方針持ってるかのような、あのね、国立感染研のホームページでも、ですねあの濃厚接触者の定義の変更についての Q&A で、こういうのがあるんですよ、1メートル以上の距離での会話や、15分以内の会話では感染しないということでしょうかという問いに対して、感染しやすい状況については徐々に分かってきましたが、感染しないことを保障する条件についてはよく分かっていませんと。 書かれてるんですよね。今、状況違うのは、皆さん、経済回そうとされてるんですよ。経済回すっていうときには、やっぱりね、これ、濃厚接触者だけに限ってたらダメですよ、政府として。この拡大、早急に行うべきだということを強く申し上げておきます。次にですね、これも急がれている外国籍の方への支援についてお聞きします。えー、愛知県のトヨタ自動車系部品メーカー、双葉産業では、外国人技能実習生24人が、 5月8日までの実習計画だったんですけれども、まあ、こゴールデンウィークに入って、もう仕事も休みになるからということでね、4月末で技能実習の期間満了の扱いになってしまったんです。で、管理団体である J プロネットは、8月の航空便は準備しました、で、8月までは短期間なので、失業給付はもらえないという虚偽の説明をし、双葉産業も離職票を出さない。 いう対応でした双葉産業は、3年間の貢献に報いるとして、6月、7月の滞在費分として、5万円を支給するけれども、そのうち、漁費と水耕熱費として、4万円を差し引くので、生活費として振り込まれたのは2ヶ月分1万円でした。特別給付金10万円を生活費に充てるようにというふうに言われましたが、 実習生の皆さんは、帰国すると2週間の滞在費用が必要になると、そこから自宅までの交通費もかかるというので、手をつけることができない状態で、困り果てて、私たちの党の市会議員に相談がたどり着いたということなんですね。あの衆議院の本村信子議員や支援団体が協力をいたしまして、様々に交渉をした結果、失業給付は7月からは受けられることになりました。 本当は5月,6あの5月から受けられるはずですけどね。でまた J プロからはですね、5万円が今週になって支給されたというふうに聞いています。まあ、今、事態、動いています。しかしね、SOS が届いた時点ではですよ、食料の寄付で急場をしのぐということにもなっていて、果たして相談がつながらなかったらどうなっていたのかと、大変危惧をいたします。まず法務省に確認します。外国人技能実習生のううち同じように 実習期間が終了しても帰国できない状態にある人、そのうち事実上の解雇状態にある人はどれだけになるのかつかんでますか総務省、丸山さんですね、出入国管理、在留管理庁、丸山支援部長。お答え申し上げます。えー 出入国在留,在留管理庁におきましては、現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、本国への帰国が困難な技能実施につきまして、帰国できる環境が整うまでの間、特定過数6か月等の在留資格により、本法での在留を認めていうところでございます。またその間、技能実施を終了した技能実施が、従前と同一の業務で終了することを認めております。ななお帰国できいい事情が継続している場合には 在留の更新許可可を受けることが可能でございますお尋ねの、まあ、事実を解雇されているような人数につきましては、方でお答えすることは困難ではございますが、本年7月3日時点における、これらの許可を受けて在留する外国人の数につきまして、速報値をですが、概数で申し上げますと、飛行が困難であるため、在留資格、技能実習から特定活動の在留資格変更し、在留している方については、特定活動就労化。 の方が約1万 5, 人特定活動就労負荷の方が約1000人となっております。田村さん今の就労家っていうのが、あの実習が終了した後も仕事が見つかっている方なんですね。で、1000人っていう方が仕事も見つかってない状態でおられるということなんですよ。あの帰国できない実習生の生活保障、帰国までに必要となる手続きなどの措置は、 技能実習法施行規則52条の9に照らせば、管理団体がその義務を負うのではないでしょうか、またこれが適切に行われていなければ、法務省、厚労省、外国人技能実習機構が協力して、管理団体を指導するべきだと思いますが、いかがでしょうか宮崎法務大臣政務官あのご指摘いただきましたとおりあの、技能実習法の施行規則52条の第9号。 によりますと管理団体は技能実習生の技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講ずることとされております、まあ、この法の趣旨からいたしますと技能実習が終了して帰国するまでの期間についても、まあ、その間の生活に係る必要な支援については管理団体や実習実施者が必要な措置を講ずるべきでありまして、まあ、このように解することが技能実習生の保護を図って もって技能との移転を図る技能実習法の理念に沿うものであると、私どもも考えているところでございます。あの法務省としましては、こういった支援が適切に行われますように、制度を共感しているのが厚生労働省、そして外国人技能実習機構でございますので、これら各関係機関と連携をいたしまして、技能実習生の支援保護を図る観点から、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。田村さん あの今のは大変大切な答弁で、つまりね、在留資格も技能実習じゃなくなるんですよ。で、技能実習期間中にね、その会社が倒産とかね、なんか仕事ができない状態になると、技能実習期間中で、在留資格も技能実習で、だから管理団体は法的に明確に義務を負ってるんですよ、仕事も探さなきゃいけない、生活どうするのかと。だけど、在留資格も変わって、技能実習生じゃなくなったと。この時に ね、技能実習終了したからと、誰も責任持たないような事態っていうのは、絶対あってはならないんですね、これ、管理団体が1人の生活困窮者も出さないという支援に力を尽くさなければ、何のために技能実習法を制定し、何のために機構を作ったのか分からないと思いますからね、ぜひしっかりと調査もしていただいて、機構を通じての指導もあの適切に行っていただきたいと思うんです。 それでですね雇用経済悪化の下では、私はね、実習生を受け入れてきた企業が、期間終了後も、まずは雇用継続を積極的に行うということが、本当に求められているというふうに思うんですね。あの厚労省は、新型コロナの影響で経営状態悪化した場合でも、雇用調整助成金活用して、外国人技能実習生の雇用維持、これできるんですよと、誇張金使えますよということを、あの やっと周知をされれておらるで、これ、実習期間終了してね、さっき言ったように、あの特定活動っていうふうに在留資格が変わると、ですねもう自分で給食活動するしかないんですよ、普通の給食活動になっちゃうんですよ、誰も面倒を見なくていいって状態になっちゃうんですよ、これ、言葉の壁もあるし、そもそもそういうことを予定せずに技能実習で来てますからね。 自分で仕事を探さなきゃいけないなんてことを想定してないわけですから、これはですね相当に実習で受け入れてきた企業に対してね、まずは引き続き雇用を帰国するまで継続してほしいと、強く呼びかけるべきだと思います。で、その際に雇用調整助成金活用できるということも、これ、周知すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか厚生労働省、井内審議官。 お答えいたします技能実習生が技能実習期間の終了後、新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難な場合には、出入国,管理庁出入国在留管理庁において、当該実習生の在留資格を従前と同一の受け入れ期間等で雇用される場合に、引き続きの就労を可能とする特定活動に変更する特例措置を実施しております。このの措置ににつきましては外国人技能実習機構のホーームページで公表するとともに すべての管理団体に対して直接メール等により案内するなど、周知に努めておりますほか、管理団体や実習実施者から相談がある場合にもご紹介しております。また、先ほどお話ありました雇用調整助成金につきましても、資揮要件を満たす事業主に雇用される労働者であれば、国籍を問わず対象となること等について、厚生労働省のホームページで公表しております。また、リーフレットを外国人技能実習機構のホームページと、 sns で掲載しますとともにすべての管理団体に対して直接案内するなど周知に努めておりますほか管理団体や実習実施者から技能実習生の雇用継続が困難であるなどの相談がある場合にもご紹介しております新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な状況にある技能実習生の方々への特例措置や支援策の周知につきましてはただいま申し上げた 様々な機会を通じて、引き続き適切に実施してまいります。以上です。田村さん、あの、ご紹介しました。双葉産業はね、大企業なんですよ、トヨタ系の。そこでもね、実習期間終了したからと、生活困窮になることが目に見えているのに、もう法的義務はありませんっていう対応になったわけですね。やっぱり、ね、強くね、企業に対する指導、これが必要だということを強調しておきます。で、ですね、あの技能実習終了期間終了後。 次の仕事が決まっていないと、働く意思があっても、特定活動、括弧就労不可という在留資格になるんですね。で、このね、就労不可っていうのが、誤解を受ける表現なんですよ。あの資料でお配りしました出入国管理、えーえー、出入国管理在留管理庁から技能実習生へのお知らせ、これ、法務省のホームページから取ったものですけれども、何て書いてあるか、就労不可、働くことができない。 仕事ができませんと書かれていて、これでは今後も働けないというふうに私も読んでしまいました。支援団体の中でも、仕事をすると不法労働になってしまうんじゃないかという誤解があったというふうに聞いているんですね。働く意思があれば、給食活動ができる、で、就労可能、ね、在留資格に変えられる、失業給付も受けられる、こういうことをちゃんと説明すべきだというふうに思うんですよ。 これのの機構のホームページも含めて、ぜひ支援団体などからのアドバイスも受けて、分かりやすい情報提供、管理団体や、あるいは受け入れ企業にね、何を求めることができるのかっていう情報提供、これ、やるべきだと思います、いかがでしょう宮崎法務大臣政務官。技能実習を就労した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受け入れ先が見つからないような場合には、 あの特定活動就労付加への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生、今ご指摘がありましたとおり、えー、給食活動の結果、受け入れ先が見つかった場合には、就労が可能な特定活動6ヶ月就労課への在留資格変更許可申請手続きを経て、その許可をするというようなことになっております。 今日あの資料としてお出しいただいたもので、分かりやすい日本語で表記をしているところでございますが、こういった手続きについて、分かりやすい周知をさらに図っていくべきだということは、ご指摘のとおりだと思っております。先生からのご指摘も含めて、また皆様からのご意見も取り入れながら、技能実習生および制度に関係する皆様にとって、さらに分かりやすい内容になるように、ホームページ等の記載についても、 十分に考慮をした上えで、広報にこれからも努めてまいりたいと思っているところでございます田村さん、はい。ぜひお願いします、そしてです、ね、もう一つですね、あの日本はのそのこういう技能実習生以外も、例えばね、難民申請をしていても、認定が本当に遅いですから、てかされないですから、あのそのままですねあの入国管理センターに収容された方が多数いて、今、感染防止のために積極的な仮評判を行われている。 だけど仮放免はするけれども、働くことはできない、特別定額給付金も支給はできないと、総務省が頑張る、で支援者の方々の募金と支援物資で、どうにか命をつないでいるって方がどんどん増えてるわけですね。それでね、あのちょっと時間がないので、あの先にお聞きしますけれども、これ、あのー、例えばあの埼玉県の川口市や蕨市ではです、ね、クルド人の方々のコミュニティがあるんですよ。支援している団体の方が、市と交渉をやっていて、 なんらかの給付金が出せないのかと、一番は定額給付金ね、10万円出せないのかってことなんですけれども、あの市の方は、国がダメだと言うから出せないと、国が何か考え方を示していただけたら、私たちもこのままほったらかしってわけにいかないと思ってるんだというふうには言ってるんですね。そここででねね内閣府にお聞きしたいんですけれれども今度、ね、地方創生臨時交付金これは 国の足りない施策について自治体の裁量でコロナ対策として使うことができるという説明を受けていますでは外国籍の方を含め国の給付制度の対象外となっている方に自治体独自の給付金これを出すという使い方はできるんでしょうか内閣府地方創生推進室長谷川次長 お答え申し上げます新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金,交付金につきましては感染症対応として必要な地域の実情に応じた自治体独自の取り組みの財源に高い自由度で活用できる仕組みとしております具体的な施策に本交付金を充当できるかどうかについてはあの自治体に 実施計画を作っていただいて、それを確認してということになりますが、あのいずれあの新しい生活様式への対応と、新型コロナウイルス感染症対策という目的に対して効果的な対策であって、地域それぞれの実情に合わせて必要なものであれば、委員ご指摘のような外国籍の方に対する独自の給付も含め、各自治体のご判断によってお使いいただけるものと考えておりますが、いずれにしても地域に暮らしている方々に真に役に立つような用途を検討していただいて、先ほど申し上げた実施計画、 を策定してていいただければとううふうに考えております田村さんあの日本に入国している外国人というのは、ほとんど不法入国じゃないですよ、圧倒的に。入国のときに別に不法に入国したわけじゃないんですね。例えばね、コートジボワールから2008年に日本に入国した方、あの当時、内戦状態で、空港で難民に申請をしました。で、2014年に認定しないという判断が出されたので、すぐに異議申し立てを行った。 最後のヒアリングは2017年、その後何の連絡もなかったけれど、今年5月12日に異議申し立てが認められて難民認定になったんです、極めてまれなケースです。ところがね、このケースでさえ、総務省は給付金の対象じゃないっていうふうにこう頑張るわけですよ、4月27日に住民登録がないからだっていうんですけれども、このね、あの異議申し立て2014年に行っている難民認定のね、 されなかったことについてそれが認められたってことは、その2014年に遡って行政処分が取り消されたんですよ、2008年の難民申請の認定が行われたってことになるんですね、単に行政判断を遅れただけなんですよ、これでも給付金の対象にならないって言うんでしょうか、総務省。総務省大臣官房、森審議官お答えいたします。 特別定額給付については、ご指摘のとおり、日本国内に在住する外国人についても、基準日4月27日において、住民教団長に記録されている方については、給付対象者としているということでございまして、えー、委員ご指摘のような方が、基準日において、住民教団長に記録されていないケースについては、特別定額給付金の給付対象者とはならないものと考えるところでございます。あの難民認定にかかる判断の是非につきましてあの、総務省としてお答えする立場にはないわけでございますけれども、 まあ過去に一旦不認定になった事実があることによって、給付金の給与について判断するというようなことについてはできないものではないかというふうに考えているところでございます田村さんあの。外国籍の方の、ね、差別ということをなくさないと、感染症対策にならない、このこと申し上げて質問あります本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。